よし落とした。勝ちどきを上げよう。行くぞ。よしこのままどんどん行きましょう。推進するぞ。超速壁隊が到着するまで持ちこたえられるかな。間に合え。オスカーとダオキ隊が大口以上に到着しました。もう27日早いな。おお落とした。簡単に落とせましたね。後に続け。間に合え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 超速壁間に合え。間に合うか。間に合った。間に合いましたね。ただどっちが勝つか分かんないんだよな。誇りにかけて。惜しかった。負けはせぬ。なんとか間に合いましたね。出陣しよう。負けにはいかぬ。よし高橋上軍隊強いな。やっぱり後に続け。都の城へ行きましょう。よし大口城落としました。このし皆の力合わせよう。よし都の城も落としました。出陣するぞ。おっと伊達政宗と上杉家の斎藤浅信が激突しました。どちらかでしょう。おお伊達政宗勝ちましたね。伊達家強いな。政宗が強いんか。はい、細川忠興はもうちょっと行ってもらおうかな。手を打ちましょう。国見城。おーっと大雪になってますね。まあこれも対策を打ってたので被害は最小限に抑えられました。82強い。梅津正景日記。干ばつ被害低下と金山銀山成長、鉱山証券成長。これいいな。これいこう。あとは提案力増殖。当家に使いたいというものがいますと。本田小松。本田小松は大河ドラマ出てきましたね。真田丸で本田忠勝の娘で真田信行の奥さんですね。しょうがない縁組仕上げましょう。真田信行と本田小松。かたじけない。皆の者。よし佐渡原城落としたぞ。出陣しよう。手段は選ばぬ。勝つためならな。佐渡ヶ島まで行きましょう。あ、朝廷より使いの者が来ておりますと。お金を融通してくれと。左京大夫承諾。もう18日で落とせますね。細川忠興隊も種子島に到着しましたね。よし兵糧攻めで肝杉城落としました。おお島津家久がいますね。よし落としました。上層壁元近はもう戻ってもらいましょう。兵が少なくなってるんでね。よし赤荻城落としました。種子島事件なし。細川忠興も帰ってもらいましょう。ああ北条氏政が二階堂に攻めていきましたね。やばいんちゃうか。二階堂滅ぼされるかもしれない。はい貸しますよ。沼田城しか貸せへんやんけ。
かたじけない。この隙に攻める、王女を攻める、それもいいかもしれない。ああ、そっか、全然動くしないんか。助けに行くことしかできないな、これ。出陣するぞ。まあいっか。この城払い受ける。よし、垂城とした。平沢城に行きましょう。後に続け。何か対面を打ちましょう。足軽レベル1上昇。マジか、毛利家が来た。やばい、包囲も敷かれる。ん？関西の商圏が一つにまとまって、大阪の大商圏が形成されました。そんなことはちょっと良くて、マジか、敵に囲まれました。包囲網作られましたね。なんとかできひんのか、これ。包囲網は毛利家と北条家と島津家。マジか。島津家滅ぼすしかないんかな、これ。まず高橋城を一回解散させるか。ああ、毛利攻めるしかないんか。出陣する。出陣しよう。出陣するぞ。出陣する。出陣。出陣。出陣しましょう。出陣する。いざ参ろう。出陣するぞ。出陣する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 ぞ。これでほぼ全部隊出しましたかね。北条には、徳川隊部隊を南の阿波の国の方から攻めてもらいます。で、そして他の軍は、北条の北、神津の国の方から攻めてもらいましょう。で、毛利攻めなんですけど、毛利攻めも、四国勢はこの、伊予の国、そして、羽柴秀吉、赤井時家本軍率いる部隊は、中国攻め、そして北九州からも周防の国、長門の国に攻めてもらいます。さて、どうなりますかね。まあ北条勝つよな、やっぱり。遅れを取るな。南部家をどこに攻めるんだ。あ、上杉か。やめてくれ。助立ちいたす。北からどんどん来てますね。同盟者の上杉には手を出さないでほしい。あー、ぶつかったけど兵数で負けてるな。あー、そりゃ負けるよな。次の舞台出しましょう。後に続け。志。あー、赤い時家が死んでしまったけど後継者いるんですよね。織田の向かね、志継承します。赤い時家が死んでしまって、織田信兼が新しく大名になりました。もう赤い家の痕跡がなくなってるけどな。信長の弟で、最終的には丹波市の貝原藩初代藩主になりました。まあ、そういう関係でね、彼に継いでもらったんですけども、毛利家から、赤い家に対して包囲網を築かれまして、毛利家と島津家と北条家と同時に 三方面で戦わないといけなくなりました。この戦い勝つことができるんでしょうかね。
毛利家めちゃくちゃ兵いますからね。北条家もたくさん兵がいる。まあ、島津家はなんとか倒せそうですけどね。それでは次回の動画にご期待ください。では、バイバイ。チャンネル登録お願いします。